新エネルギーとは、日本において、エネルギーの一種を指し、概ね既存の枯渇性エネルギーを代替するとされる、再生可能エネルギーを指す。公的には日本における新エネルギー利用等の、促進に関する特別措置法において、新エネルギー利用等として定義され、同法に基づき政令で指定されるものを指す。具体的には、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱利用、 地熱発電、風力発電、太陽光発電などを指す。ほぼ日本のみで用いられる概念だが、世界的には代替エネルギーの概念に近い。法律上の定義では、再生可能エネルギーでない廃棄物発電や、一般的なエネルギーという言葉の用法には当てはまらない。天然ガスコージェネレーションや燃料電池といったエネルギーの有効利用技術も当てはまるが、 現在、政令で指定されているものは、再生可能エネルギーに限られている。しかしながら、法律上の位置づけはあくまで、石油代替であり、地球温暖化の防止などの環境対策の観点は、含まれていない。新エネルギー利用等の促進に関する特別、措置法施行令で指定されているものは、以下の通りである。太陽光、発電太陽熱利用風力発電設氷熱利用。 バイオマス発電バイオマス熱利用バイオマス燃料、製造未利用水力を利用する水力、発電黄色が高成長経済の結果需要がさらに高くなった場合の予測値。青は予想の中央値。赤は経済があまり伸びなかった場合の需要予測値我々の周りにはいくつかのエネルギー資源が存在するが、水力、風力、太陽熱など古来から使われていたものの改良や、 生物、地熱、波力、海洋温度差、太陽光発電といった近年の科学によって開発されたものが新エネルギーである。現在主力となっている化石燃料によるエネルギーはいずれは枯渇する有限の資源である。化石燃料や原子力エネルギーには環境への影響などに大きな問題があり、新エネルギーの開発は国際的にも重要な課題になっている。 1998年時点でのエネルギー資源の内訳は以下の通り、実に全体の3、4以上を枯渇性エネルギーに頼っており、特に運輸の分野ではそのほとんどを石油に頼っている。新エネルギーはその定義上、いずれもまだ例明期を脱していないが、潜在的な利用可能量は大きいと見込まれている。様々な新エネルギーについて、 開発と利用が並行して進められている。新エネルギーは地球温暖化への対策の一環として積極的な利用が進められ、将来は世界のエネルギーの数割が再生可能エネルギーで賄われるとも予測されている。再生可能エネルギー利用状況と見通しを参照。新エネルギーの特性を活かして分散型電源として活用する試みも盛んである。 北の第一ウェブ版総合資源エネルギー調査会、新エネルギー部会議事録、総合資源エネルギー調査会、新エネルギー部会中間報告エネルギー白書2007年版、第二部、新エネルギー利用等の促進に関する特別、措置法施行令の一部を改正する政令について、例えば、ニューエネルギーという再生可能エネルギー専門誌が存在する。 新エネルギー利用等の促進に関する特別、措置法施行令。e g a 法令検索。総務省行政管理局。2020年1月20日閲覧。http://www.air.dow.gov/.oiaf/.io/.pdf/.0484.pdf.united ステーツエネルギーワールドエネルギープロダクションコンサンプションスタティスティックス。ありがとうございます。